自分の体っていうのがこの力に対して反発して行こうとするんじゃなくて、はい、こんにちは、 RWS 新潟5代与野田高内です。はい、今回はですね、まあお家でもできるし、まあ、ちょっとね広いスペースあればすぐにできる、あの体の使い方、柔軟な体の使い方っていうのを今日はやっていきたいと思います。まずこれステップ3、1、2、3って分けて今日はやっていくんですけど、まずステップ1で、1の時でどういう体の使い方っていうのを練習するのかっていうのは、相手の力を利用して自分の力に変えるという練習をしていきます。はい、でまずやり方は2人1組で、このまま僕が攻撃で、彼は手伝ってくれる人として、1人がここを何も力入れないで押さえます。最初は止まった状態でいいので、このままで、相手が押した瞬間、この手を押した瞬間、この力を利用して体を前にっていう練習、反対も一緒、反対も一緒、このまま立ってて力を入れた瞬間前に進むという練習です。で、これがステップ2になると止まった状態なんですが、ボールを持ちながらこういう、次はステップ3なんですけど、ドリブルする方はボールを転がします。で、ちょっと体に触れててください。立ってあげる人はここから歩いてって体を動かす。はい、このステップ3までの、今日は練習を今紹介したんですけど、まずね、何を意識してほしいか、まずボール出してやるんですけど、相手の力が加わった時に自分の体っていうのがこの力に対して反発して行こうとするんじゃなくて、その力を流してあげる。流したら大げさだけど、体回転しながらでもこういう前に行く力に変えれるんですよね。はい、っていうのを身につけるために、結構こういう動きってサッカーで大事なんですよね。僕みたいにもともと体弱かったり、足遅かったり、身体能力っていうのが低い子たちっていうのは絶対います。でもそこで、俺体弱いからな、スピード遅いからなって言って諦めてしまうんじゃなくて、こういった相手の力をも利用するような、自分の体の動かし方っていうのを覚えると、身体能力が低かったとしても相手に勝つことができます。はい、もう一回やりますね。まずステップ1、ボールなしで押されたら受け流したい。ステップ2、ボールありでボールも動かしてあげる。ステップ3、ドリブル前にしながら動かしてあげる。で、こうやって1回転してもいいです。この体の使い方を覚えるってことはないし、で、次に大事なことはボールの触り方です。今あんまりはっきりやってないんですけど、何が大事なのか、押された時に押して、これに対して一緒に出ていこうっていうのは無理なんで、触った瞬間力がちょっとでも入ったなと思ったら、この動きをすると同時にボール前に出してあげます。ゆっくりやりますよ。ちょっと力入ったと思ったら出してから体を動かしてあげる。これがめちゃくちゃ大事なんですけど、必ずボールが違う動きをする。例えばこれ押し出して同じ方向に行くっていうのはみんなって言ってます。正直すぐできちゃう。じゃなくて、こういう時とかもボールあって
こっち側に回らなきゃいけない。でも本当だって左足の方がやりやすいけど、右側で持ってたじゃあどうするんだ。この時に押された瞬間に蹴ってあげる。ここから体が後からボールに追いつくという形です。はい。で今やった体の動かし方、触られた瞬間に体を動かす、こういう相手の力を利用する技っていうのは本当にこれから上に行けば必要になります。本当に実践で必要な動きになります。はい。なのでこういう練習をしてね、本当に試合中だったりこういう場面、使わなきゃいけない場面に適応した時に使えるように練習してみてください。はい、以上になります。